レーダー追跡が困難な機体ステルス戦闘機ですが、アメリカ南部チャールストン基地付近で F-35B 戦闘機1機が行方不明で、パイロットは脱出、その後自動運転で消えてしまった。今回は、この行方不明の F-35B 戦闘機捜索大作戦を詳しく深掘りしていきます。やっぱり、アメリカでもステルス戦闘機はわかりにくいのか、逆に、言えば、西側兵器ステルス戦闘機の性能がすごくいいと判明したことになるよね。F-35B 戦闘機の損失は、仕方な、いけ、と118億円は痛い。現地時間での2023年9月17日の14時頃、アメリカ本土のサウスカロライナ州は、ビューフォート近郊に居を構える、アメリカ海兵隊のビューフォート海兵隊航空基地所属の F-35 ライトニング 2B 型1機が墜落事故に見舞われた。当該の F-35 ライトニング 2B 型は、両機とともに、2機で、ビューフォート海兵隊航空基地から、訓練飛行のために離陸した機体であったが、飛行中に、何らかの不具合が発生、操縦者は、なんとか緊急脱出を果たし、落命は免れた。操縦者は、離陸したアメリカ海兵隊のビューフォート海兵隊航空元から、およそ 80km ほど北方に位置する、サウスカロライナ州ノースチャールストンのチャールストン空軍基地の周辺で、無事に収容されたと伝えられている。当該の事故機と同時に飛び立った、もう一機の F-35 ライトニング 2B 型は、両機の事故の発生を受けて、そのまま、ビューフォート海兵隊航空基地へと帰還を果たしており、こちらは、幸いにして、問題の発生はなかった模様だ。しかし、今回の F-35 ライトニング 2B 型の墜落事故が、アメリカ国内で物議を醸したのは、操縦者が緊急脱出を行った後、当該の事故機が、一時的にどこに墜落したのかが不明となった点であり、最新鋭の機体ゆえに、様々な指摘が飛び交った。ことに、当該の F-35 ライトニング 2B 型が墜落したであろう場所に最も近いと目されたチャールストン空軍基地が、事故発生直後に SNS である Twitter 改め X において、その墜落に関する情報の提供を市民に求めたことが、大きな話題を集めた。チャールストン空軍基地側は、X において墜落した F-35 ライトニング 2B 型についての情報を有する市民は、当該機の所属元である、ビューフォート海兵隊航空基地の第2海兵航空団に通報を行ってほしいと、との内容を投稿した。この行為が、アメリカ軍の中でも、現在の最新鋭戦闘機であり、いわゆる第5世代戦闘機タル F-35 ライトニング2について、軍の情報網ではなく、市政の一般市民からの情報を当てにしているとは何事か、というニュアンスの批判を生んだと言える。幸いにも、今回の事故機である、当該の F-35 ライトニング 2B 型は、翌日の9月18日には、アメリカ空軍によって、その墜落場所が特定され、同空軍の回収部隊から、機体の所属元である、海兵隊の部隊が対応を引き継ぐことが公表された。いずれにせよ、搭乗者が緊急脱出を行うほどの不具合が、なぜ、当該の F-35 ライトニング 2B 型に発生したのか、また、こうした万が一の墜落事故に備えて、機体に搭載されている通信機器が即時機能しなかったのかについて、議論の的となっている。こうしたケースで活用される通信機器とは、通常トランスポンダと呼称されている種類のものであり、これは、送信機であるトランスミッターと応答機であるレスポンダーを合わせた造語であり、人工衛星や民間の航空機にも実装されているものである。今回墜落した当該のアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型は、搭乗者が緊急脱出を行う以前から自走操縦モードで飛行していたとされているが、その時点で、すでにトランスポンダが作動しておらず、早い時点で、重篤なトラブルが生じていた可能性が高い。アメリカの世論としては、当該機は、トランスポンタすら作動していなかったことから、軍の地上管制においても、居場所を特定することが困難だったにもかかわらず、その行方を、一般市民の通報に期待したことに、疑問の声が高まっている。アメリカ軍としては、こうした通信機器の不具合によって、
墜落位置の特定が困難であることを見越して、付近の民間人からの目撃情報等を得ようとする目的があったのかもしれないが、確かに何とも不確実な対応にも思える。F-35 ライトニング 2B 型は、同機の3つの形態の中で短距離陸、垂直着陸が可能な、いわば最も特殊な機構を搭載した機体であり、通常滑走路から運用されるものが、A 型、カタパルトを装備した航空母艦から運用される C 型が別に存在する。しかし、現時点で、今回の当該の F-35 ライトニング 2B 型の墜落事故の原因は全く不明とはいえ、こうした同機に、特有の機能が、何らかの問題を発生させたというより、個別の機体の不具合が、事故原因である可能性が高いように、個人的には思える。今回の当該の F-35 ライトニング 2B 型の墜落事故の発生を受けて、当のアメリカをはじめ、日本のインターネット上でも、F-35 ライトニング2が、高度なステルス性能をまとった機体ゆえに、地上のレーダー等では行方が把握できなかったと見る向きも散見される。しかし、高度な機体そのもののステルス性能を有する機体であるだけに、F-35 ライトニング2は、訓練飛行時等には、あえてレーダー反射を可能にするリフレクタ等を装着して運用されていると、これまでも説明されてきた。そうでなければ、こうした非常時に、自軍のレーダー等ですら、F-35 ライトニング2を捕捉することは、困難が予想されるためであり、実戦やそれに程近い任務でなければ、リフレクタ等を装着しない状態での飛行は実施されないのではないだろうか。したがって、今回の当該機の事故原因の究明には、非常に大きな注目が集まっているが、個人的には、もっと根源的で致命的な何らかの不具合が生じていたのではないかと考えるのが、合理的な解釈ではないかと感じる。アメリカ海兵隊の所属機の墜落事故といえば、この2023年8月に、サンディエゴのミラマー海兵隊基地所属の F-A18D スーパーホーネットが墜落事故に見舞われており、この件の被害や原因についても詳細は伏せられている。ちなみに、サンディエゴのミラマー海兵隊基地は、年間に3度もの航空ショーが開催されていることでも著名だが、かつては、アメリカ海軍の航空基地であった場所で、人気映画トップガンのロケが行われた基地でもある。アメリカ海軍の航空隊は、ネバダ州へと基地機能を移転させたため、現在は、海兵隊の航空基地となったミラマー基地だが、1969年から1996年までの期間は、海軍戦闘機搭乗者の育成を担うアグレッサー部隊が置かれていた。また、同じ今年8月末には、アメリカ海兵隊所属の MV-22 オスプレイが、オーストラリアの北部に位置するメルビル島上空で訓練飛行中に墜落する事故が発生。8名の搭乗員のうち3名が落命、5名が重傷を負う痛ましい事態となっている。このことから、直近のおよそ1ヶ月半の間に、今回の F-35 ライトニング 2B 型の件を含め、3件もの墜落事故、アメリカ軍内の分類で、最も重度の A クラスに分類される事態が生じたため、海兵隊は、ひとまず、2日間のすべての航空機の飛行を停止させる命令を出した。この文章を記述しているのは、2023年9月23日であるため、すでに、2日間のすべての航空機の飛行を停止するという期間は、経過していることになるが、今回の F-35 ライトニング 2B 型の件を含め、どのような調査結果が出されるのかが注目となるだろう。さて、こうした相次ぐアメリカ海兵隊の所属機の墜落事故を受け、ことに、今回の F-35 ライトニング 2B 型の件について、比較的淡々とした事実を報じているメディアの一つとして、意外なことにスプートニク日本版がある。そこでは、意外なほど、冷静な筆致で、今回の F-35 ライトニング 2B 型の墜落事故を記事にしているが、スプートニク日本版といえば、ロシア政府のプロパガンダメディアとして、様々な意図的な情報発信を行っていることでもよく知られている。スプートニク日本版では、2023年8月11日付の記事で、アメリカの F-35 ライトニング2に対し、ロシアは、最新鋭のスホイ57を配備していると述べているが、その彼の国の自慢の最新鋭戦闘機が、どれだけ配備されているのかには触れていない。アメリカは、
空軍、海軍、海兵隊で、各種のタイプの F-35 ライトニング2を、少なくとも2000機以上配備しようとしているが、ロシアは、2028年まで、スホイ、57を76機ほど配備する予定であり、これすらも、ロシア・ウクライナ戦争によって実現は危ういと見る向きが多い。